やはり来たな。まさに私の予想通りだ。誰だお前。私はアグナスだ。裏方なのね。お前が知らんのも無理ないことだ。で、教団の人間がこんな薄汚い場所で何やってんだよ。貴様薄汚いとは何だ。まったく噂に聞いていた通りの生意気な小僧だ。気に入らんな。お前みたいな奴は死ぬがいい。どういう理屈だよ。生意気だったら死刑って。悪魔かよ。悪いな。恨み事ならクレドに言うがいい。クレドがお前にダンテの追跡を命じなければこんなことにはならなかった。ダンテ、教皇を殺したやつか。なんで名前を知ってる。答える必要などないな。なぜならお前はここで死ぬんだ。バカ。それは悪魔の力。なんでお前が。黙ってろよこのクソが。質問に答えろ。ここは何の施設だ。素晴らしい。興味深い。おい、聞いてんのかよ。そんなに知りたいのか。なら教えてあげよう。私は数年前から悪魔を研究していてね。悪魔の力を抽出し利用すれば世界を支配できる。実に素晴らしい計画だと思わんかね。しかも発案者は他ならぬ教皇様だ。アホかお前。しかもその教皇がとっくにくたばってるんじゃ研究も意味ねえな。ああ、教皇様なら転生された天使にね。天使って。そしてこの私もまた天使だ。これも私の研究成果の一つだ。見事だろう。どうだ、この白く輝く鎧、実に美しい。ここに至るまでどれほどの苦労があったか、お前には分かるまい。鎧一つ動かすのも簡単にはいかない。まず膨大な数の悪魔の魂を手に入れ、鎧へと込める必要があるのだ。数を確保するためにわざわざ悪魔を呼び出したんだぞ。呼び出した。おい、まさかあの門のことか。そう、地獄門だ。オリジナルの地獄門を参考にした上で私が設計したのだが、出力には強力なマグを使用せざるを得なかった。出
実にもったいない。何言ってんだか分かんねえよクソが。そろそろ死んでもらおう。安心しろ、お前の死は無駄にはしない。解剖して研究材料にしてやる。じっくりと調べさせてもらうよ。特にその腕はな。ふざけんな。こいつをラボに運べ。キリエ、逃げろ。ネロ、キリエ、キリエ。一度本部に戻るか。アグナスの言ったことクレドに確かめなきゃな。
ジャングルかよ。これも門のせいか。悪いな坊主、遊ぶのは後でだ。あいつ何か知ってるのか。以上が現在の状況です。クラガー、貴様のせいだからな。教皇様の御前だ。声を荒げるな。あの小僧、悪魔に疲れていやがる。バカな、バカな、とぼける気か貴様。しかもあの小僧、ヤマトを再生させやがった。お前のミス、お前の責任だぞ。クレド。はい、教皇様。その小僧を捕らえられるか。ご命令とあらば。しかしダンテの追跡が。そちらは私が。それでは頼んでよいか、グロリア。喜んで。教皇様がご無事で何よりでしたわ。信用なさるので。あの女がもたらした魔剣スパーダが神の完成を早めたのは事実。しかし得体の知れぬ女、危険では。その時はその時で対処すればいいだけのことだ。あいつの素性の方もおおよその見当はついておる。ではクレドよ、ネロという小僧、そしてヤマトを我が元へ頼んだぞ。もちろん仰せのままに。ネロという小僧ですが、クレドの妹のキリエと親しいようでした。上ごとで何度も名前を。不利ならよそでやれよ、ババア。聞き捨てならぬな、人間風情が生意気な。その体、
やつら気にしてくれるわ。懲りたらもう二度と出てくんなよ。なんだよ、忘れ物していきやがって。なんだよ、怒ってんのか。なあ、教えてくれねえか。教団は何をしようとしてる。ダンテってのは何者だ。お前ごときが知る必要のないことだ。それが悪魔の力か。やめろ。傷つけたくはない。キリエが悲しむからな。傷つける？お前が私よか、バカめ。あんたも。これこそが選ばれし者だけがたどり着ける境地。人を大きく超越した存在への進化。天使の力だ。違う、クレド。それじゃただの悪魔だ。教団騎士を束ねる長としてお前を連行する。教皇様の御心のままに。まだだ。私はまだやれる。ここまでの力とは。待ってくれ。これは違うんだ。どうしてこんなことに。ほら、分かったかな。私が言った通りだったろ。ネロはもう悪魔だ。てめえ。ネロ。安心しろ、別に殺したりはしない。まだな。しかしこの女、お前にはよほど大事と見える。キリエは関係ないだろう。話せ、アグナス。勝手な真似をするんじゃない。
これは私が賜った任務だ。出しゃばるな。キリエを離せ。これは教皇様直々のご命令だ。お前が負けることがあれば妹を利用しろとな。何？この女がそれほど大事なら追ってくるがいい。急がねばこいつの命は保証せんがね。教皇様がキリエを使うとは。やつはどこに逃げた？ホブの方か。おそらくな。勝負はひとまず預けるぞ。私は教皇様のもとへ。